さんこんばんは、加藤ゴルフ TV です。本日もご視聴いただきありがとうございます。レッスンプロの加藤です。おやみです。さあおやみ、本日のテーマはですね、はい、まあ YouTube からお給料もらったよっていうテーマだったんですけどついに、はい、ついにね、なかなかね、動画のね収益、シビアでした。ほー、うん、まあこれからもね、うん、ちょっと皆さんに見ていただけるような動画を作っていこうと思います。お願いします。さあ、で今日本当にやりたいテーマは、うん、こういう意味前傾姿勢が浅いんですよね、最近ね。あー、そう、そう、でそのせいでつま先に体重乗っちゃうから、どうしてもスイング軌道が安定しないんですよ。ほうほうほう。でスイング軌道が安定しないってことは、その日によってスライスも出るし、ムックも出ちゃうんですよ。あー、確かに。はい、今日はそこを直していこうと思います。お願いします。はい、ではまず普通に構えてくださいね。いつもの感じで。いつもの感じで。これがいつもの親民のアドレスなんですよ。ここでじゃあスイングしてみましょうか。はい。はい。いいですね。お手本通りの左。うん、でこれがね、ちょっと一回もう一回構えてもらっていい？親民の前傾姿勢こうなんですよね。ここからバックスイングしていきます。はい。はい、ありがとうございます。本来ダウンスイングって先行動作が入ってこうじゃない。うん、もこれが親指バックスイングして前傾浅い姿勢でこういってアウトから入って、つま先に体重乗ったでしょ。乗る、すっごい乗ってる。そう、すごい乗りましたね。全身がこう前に、そう、これが要は引っ掛けもスライスも出ちゃうっていう原因なんです。じゃあこれどうするのかって言ったら、うん、はい、もう一回前傾姿勢作ります。前傾姿勢作ったら、うん、お尻を後ろにギュッて突き出す。そう、背中は丸めちゃっていいよ。はい、こんな感じ。こんな感じで構えていってほしい。お、結構あれね、いつもの感覚と違うね。違うよね。うん、はい。重心の位置が整えますからね。あ、はい、気をつけてください。ぜひね、スイングに目をやるんじゃなくて、うん、スイングを直したいからアドレスを直すと、そうイメージを持ってください。はい、はい、ということで本日の動画は以上となります。ぜひね、このアドレス非常に大事な部分なので、皆さんエラーする、ミスショットするよ、球筋が思い通り効かないよという方は見直してみてください。ダブルの本当にダブらなくなりますね。はい、ということで今日の動画が良かったなと思う方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。